演武開演。どうも、自分は現在ここに木の宮というお弁当屋さんに来ています。でも目的を目当てはお弁当ではなくてこちらのおはぎなんですね。冷やしても餅米が柔らかくて美味しい。本当見た目からしていかにも和の半風味が感じられて美味しそうです。ではこちらがそのおはぎです。では食べてみたいと思います。その前に部活だった。ではいただきます。わ、開けた瞬間に香ばしい。こちらのきな粉からいただきます。君の中にも彼がいるんですね。はい、続きましてはこちらの小豆。ああ、君はいっぱい。きな粉が香ばしいのはもちろんだったんですが、きな粉の方にもあんこがしっかり入っていて、そちらも甘くてさっぱりしていて美味しかったです。あんこの方はそのさっぱりとした甘さのあんこをずっと堪能ことができて、中のお米ももちもちで美味しかったです。大きさはシャトレーゼのおかげほどではないですが、このぐらいはちょうどいいのかもしれませんね。なのでこちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。